ジャクジャヌ王国の使者に向けて特訓頑張っていきましょう。ってことで、むつみ解散ルートですね。役作り連続レッスンでいきます。そしてみんな、ユニベールコレクション買おうな。もう何回も言うけど、概要欄に URL 貼るあるから買ってな。おすすめします。さあ、今日もモリモリ稽古を始めていくよ。頑張るよ。観客を熱狂させた王国キルセの舞台が終わり、ここは団員が揃う楽屋裏。最高のパフォーマンスを披露した団員たちをレヴィはねぎらっていく。みんなご苦労様。今日も盛況だったな。それにしても、おや、レヴィが曇り顔だ。団員たちは揃って首をかしげる。舞台で少し気になることがあってな。気になること？ああ、なるほどな。確かにね。ちょっと、勝手に納得してないで、俺にも教えてくださいよ。レヴィたちは王国キルセ全体の問題を言っているんだろう。だから、もっと詳しく、俺にも分かるように。ここで劇作家のクローリーが意味深に囁く。僕ね、歯車が足りないことさ。実は今のキルセ、個性の博覧会状態で調和が全く取れていないんだ。これじゃあ最高の舞台は作れない。必要なんだ、俺たちそれぞれの部品をつなぎ合わせてくれるような歯車が。たとえ国内一の人気があっても、このままじゃ王国キルセは空中分解しかねない。それにレヴィの秘めた目的のためにも、早急にその歯車を探す必要があるんだ。だから今夜も入団試験を執り行う。ま、人は集めずとも勝手にやってくるんだけどね。しかも毎晩大量に。だけど、俺の歌を聴いてくれ、レヴィ。何回聞いたことか。次。合格者はたったの一人なんですよね。僕はお芝居なら自信があるんです。おお神よ、私に死の接吻を。なんかモブキャラの人たち、モブキャラの演技がうまいよね。なんかすごいモブキャラ感出てる。次、小国舞踏団で18年ダンスをやっておりますのよ。次な、次。残念、レヴィたちが求める歯車は現れない。それどころか、自己アピールに躍起になった入団志望者たちが秩序を失い、自分の芸を見てくれと騒ぎ出した。これじゃ入団試験どころじゃないね。どうするよレヴィ、一度中断するか。そうだな、夜も更けてきた。また後日に回しても。レヴィは入団試験を切り上げようとする。よくあることさ。でもそこで、一人行儀よく自分の順番を待っていた入団志望者が慌てて顔を上げた。すみません、私も、私に歌わせてください。そう、シシアさ。彼女はここで異国情緒を感じさせるカブを披露する。ああ、ここで立花君の読書入るから、今はムードで歌って。なあ、ヨナガ、立花、今回読書2つあるんだよな。うん、この曲ともう一曲。もう一曲の方は、物語を左右する重要な曲だ。トレゾールじゃないのに、まさか2曲も読書があるなんて。クォーツの花として舞台に立つ立花の責任の重さが伝わってくるよ。大変だな、アルジャンヌ。さあさ、シシアの澄んだ歌声と美しい舞に、荒れた入団試験が静まっていく。みんなの視線は彼女に釘付け。そう、どこか淡々としている座長のレヴィも例外ではない。
一人だけ輝いている。彼女はレヴィの心を動かしたんだ。だったらもう答えは見えているよね。合格者は決まった。異論のあるものは。入団志望者たちは悔しいながらも納得し、異論を唱える者もいない。慌てているのはただ一人。え、誰に？シシアだけが誰が合格者なのか理解できていなかったんだ。ここでレヴィがシシアに歩み寄る。名前は？シシア。私シシアです。シシアか。入団試験合格おめでとう。これがシシアとレヴィの出会い。シシアは王国キルテの見習い団員として入団を許された。さてさて、ここでそれぞれの役について考えてみようか。華やかな王国キルテの中にあって、国への憂いがにじみ出ているのか、どこか影のあるレヴィ。一方、国境公園への夢にあふれ、その輝きで王国キルセの入団試験に合格したシシア。そんなシシアだからこそ、レヴィの心を希望の灯火で照らし、新たな力を生み出すようになっていくんだな。立花君にはとびきり華やかな瞬間を作ってほしい。お？わかりました。頑張ります。言うね。で、そんなシシアに合わせてレヴィはうまいこと調整しといて。わかった。調整って何するんすか？見てたらわかるよ。じゃあもう一度今のシーンやろうかな。レヴィがシシアに名前を聞くところから。わかった。名前は？ここは憧れていた王国キルゼ。レヴィはそのキルゼの座長。シシアはどんな気持ちで自分の名前を伝えるんだろう。気持ちが高揚している。緊張している。高揚じゃない？シシア、気持ちが高揚しているかもしれない。だってあの憧れだった王国キルゼの座長に声をかけられたんだから。だったら少し前のめりで。シシア、私シシアです。あ、レヴィが微笑んだ。シシアか。入団試験合格おめでとう。あれ、ルビーの雰囲気変わった？なんか雪がじわっと溶けたみてえな。情緒的なのか風情がないのかよくわからない表現だな。これシシアの王国キルツに対するまっすぐな気持ちがレビーに伝わったんでしょうね。常に自分の役目に徹する冷静なレビーの心がほぐれてぬくもりが感じられる。シシアの魅力がレヴィを通して伝わってくる。俺もそう言いたかった。嘘つけ。お前のボキャブラリーにない。ひどい。でも俺も鈴寄りの考えだからわかるよ、うん、俺も最初の頃トゲがないとかまるっとしているとかわけがないこと言ってたから。仲間仲間。つうかすげえな海さん、どんな芝居が来ても対応してくれんだな。応用力が高いんだよ海は。相手に合わせて即座に芝居を変えることができる。そうなんですね。あれ、でもそれじゃ舵取りする立花の責任が普段以上に重いってこと。そうか、だからフミさんはカイさんと組んで主役をやるとき先陣切って脚本や役への理解を深めて方向性を定めていたんだ。大丈夫だ。え？お前一人に背負わせるつもりはない。どう表現するのが正解なのか一緒に考えていけばいい。もっと頼れる先輩。そうだろう、黒人。その通り。今のシーンもこれから揉んでいきましょうね。
はい。カイさん、ありがとうございました。いや、何でも頼ってくれ。なんか安心してさ、胸預けられるような。背中を任せられるっていうべきか。あ、ボキャブラリーがない。ほら、もう俺もだよ。鈴と一緒、鈴以下かもしれない俺。ネジ先輩。お、ネジさん、作業部屋か。どうしたの。あれ、白田先輩、お疲れ様です。なんでそんな焦ってんの。ネジさん見なかった。いや、見てない。ああ、 いえ。そっか、たく、歌唱曲の確認したいのにどこに行ってんだか。じゃあ、やる気に満ち溢れてる。やっぱ2年生たちは嬉しいんだな。ネジ先輩、どこにいるんだろう。あ、いた。ね、なんで、え、どういうこと。やばい、気づかれなかった。どういうこと。え、ネジ先輩、どこにいたんですか。君たちの資格、なんでや。どうして。お茶目。白田くん、僕ここにいるよ。相変わらずやな、ネジ先輩は。なんかこう、ネジ先輩ルート見た後だからちょっと寂しいね。ネジ先輩に振り向いてもらえていないというこの感情、何なんだろうか。まあ、しょうがない。今はカイさんのルート踏んでっかんな。しょうがない、これは。橘、今日は最終公演の歌唱曲、デパーチャーをやるぞ。出た。シシアが王国キルセの入団試験で歌う曲ですね。お前にとっては初めての独唱だな。しっかりやっていくぞ。これもう散々やってるし、飛ばしていいか。な、も俺もさすがにやりすぎてもう完璧だよ。完璧ではないけど。これ練習曲はさ、もし自分でルート回収してる人、一生懸命やってる人いるかもしれないから説明するんですけど、これやめるでそのまま終わらせることができます。覚えといてね。歌唱に自信がなければ歌の授業を受けておけよ。それにしてもカイさんがジャックエース、嬉しいでしょか。カイさんがジャックエースをやりたいと言った時、なんだか胸の奥がギュッとなったな。他のクォーツ同期たちも似たようなこと言ってた。フミさんのジャックエースを見たかった気持ちもあるけど、フミさん本人も納得してカイさんをジャックエースに送り出したのわかるから。お前とカイさんが二人で組んで舞台に立つの嬉しいよ。本当大好きだな。王国の獅子や歌唱は二つある。一つはこのデパーチャー、もう一つは物語の終盤に歌う重要な曲だ。これに関しては本番ギリギリまで調整を重ねる必要がある。いつもみたいに決まった稽古ができないんですね。ああ、でもその分いいものが作れるはずだ。不安も多いだろうけど、僕も歌でお前を支えるから。僕だってお前のパートナーだったんだしね。ああ、嬉しいこと言う。ありがとうございます。よろしくお願いします。でもさ、思うんだけどさ、ネジ先輩ってさ、舞台の台本も書くわけじゃん、歌も作るわけじゃん。そう思うと恐ろしい才能だよね。歌なんてそんな数ヶ月でできるようなもんじゃないだろうしさ。大丈夫だよな。魅力なんか不安になんだよな。1ヶ月あるしな。大丈夫だろう。あ、大丈夫だよ。もうカイさんに会いに行く。カイさん、何してんの。カイさんとの稽古、約束してた時間より早く来ちゃった。もうデートに早く来る女の子じゃん。これも先にストレッチしてよ。そういえば昨日習ったシシアの独唱、いい歌だったな。小さな希望を胸にひそやかな秘密も。俺の歌い方、一人だけ輝いている。なんか演劇の練習始まってるよ。歌に合わせて始まってるよ。あ、カイさん、今のレビィのセリフ。あ、この曲デパーチャーはケルツェに憧れるシシアの気持ちが込められているが、立花に重なり合う部分も多いね。てか役みんなそうだよね。みんなそのキャラクターたちに重なるものがある。お前によく似合う歌だ。お前が歌っていると心惹かれる。歌は大変だけど、カイさんに褒めてもらえると嬉しい。レビィに褒められたシシアはきっとこんな気分なんだろうな。イチャイチャしてる。稽古の前にもう一度聞かせてくれないか。あれあれあれ、はい。イチャついてるよこれ。これ絶対イチャついてるよ。
彼女の歌を聴く彼氏だよ。もう次行くよ。カイさんいるな。カイさんもうめっちゃ頑張るじゃん。ネジ先輩の時お出かけほとんどなかったかんな。お名前は？あ、このまた練習中だね。シシア。私シシアです。ここのシシア、もっと明るい雰囲気を出すべきでしょうか。いや、シシアよりもレヴィをもう少し物静かな印象に変えよう。そんなレヴィが少しずつ心を開いていく。おお、なるほどね。元から快活なシシアよりも感情が見えにくいレヴィの方が変化をつけやすそうですね。ああ、レヴィの変化で二人の関係性が読み取れるようにしたい。おお、なるほど。すげえな。そっか、演劇って面白いんだな。きっと今演劇やってる人とかさ、これ見てたらさ、ああ確かにとか思うんだろうな。なるほど、カイさんと稽古をしているといろんなことが見えてきます。じゃあ今のシーンもう一度やってもいいですか。ああ、だがその前に食事をとっておこう。もうそんな時間なんですね。寮食に行くか。何食べんの。公演期間は稽古と食事と睡眠に追い立てられるな。今日の食事何でしょうか。ん？ああ、シチュー。シチューですね。美味しそうです。みんなシチューってさ、これね、ご飯にシチューかける人とかけない人がいるって知ってた？ちなみに俺ご飯にシチューかけてた。ね、あのね、上の方、北海道とかさ、そっちの上の方に住んでる人たちってご飯にシチューかけるんだって。で、俺出身が青森だったからさ、そのかけるもんだと思ってた。で、いざこっち来て聞いたら、シチューにはかけないんだって。意外だよね。いや、元からかける文化のない人たちからしたら俺の言ってることの方がおかしいんだろうけどさ。そうだな。あれ、カイさん嬉しそう。どうしたの。カイさんシチューお好きですか。意識したことがなかったんだが、言われてみるとそうかもしれない。何その可愛いの。もう何なのこの人可愛い。俺もお前といるといろんなことが見えるようになるな。心に余裕ができてきたんだろうな。よかったよかった。なんか今まではずっとかっこいいカイさんだったのに、かわいいカイさんに変わってきてるんだけど。いいね。フミ先輩とかもそうなんのかな。あ、また言ったな。まあ、やば。なんか俺フミさんだけ絶対先輩つけちゃうんだよ。なんでだろう。表現まだレベル8だ。これ大丈夫なのかな。気にしたことなかった。どうした、へばってんだ新人。そんなんじゃ最高の舞台は作れねえぞ。いえ、まだ行けます。はい、そこで見習い団員シシア、アドラに食らいついていく。うわ、立花本気でフミさん相手に食らいついていってるわ。最終公演めちゃくちゃ飛ばしてるよね。それに、はい、イザク、セリフ。アドラ、いつにも増して気持ちが入っていますね。それだけあいつに期待してるってことだろう。それに巻き込まれて最近俺までスパルタ指導されるようになったんだけど。アドラだけじゃなくてフミさんも飛ばしてるよね。そりゃな、クォーツのアルジャンヌは橘が引き継ぐ形になるんだ。そりゃ気合も入るだろうよ。うん、この辺が区切りいいね。はい、じゃあ今日はここまで。お疲れ。お疲れさん。稽古頑張ってるじゃねえか。明日からダンスの稽古も始まるけど、これなら安心そうだな。このペースで頑張りな。ありがとうございます。立花、手伝うことマジねえんだけど。僕ら自分のことで精一杯になっちゃってるしね。稽古もだけど、ほらキルツェの役割、鈴くんならアクロバットスターで宙返り。キルツェで先陣切るのいつもチャンスだから、下手なもん見せらんねえんだわ。だからオニキスに宙返り習いに行ってるんでしょ。そうそう、カイドウ先輩に教えてもらってるんだ。あ、そっち？当たるじゃないんだ。カイドウ先輩が見せてくれた新進宙返りがかっこいいから、それマスターするつもり。飛んでる時、体がピーンと伸びるんだよ。
すごいね、楽しみだな。よそのクラスの生徒にも技術教えてくれるってカイドウ先輩優しいね。ね、器がちげえ。そうちゃんはピエロで大爆笑だよね。うん、だからロードナイトで稽古させてもらってるんだ。なんで爆笑？ロードナイト？ロードナイト？どうして？ロードナイトの子たちって面白くないもの見せたらズバズバ言ってくれるから。つらー。宗師メンタルすご。ロードナイトの子ってみんな男、あ、まあでもな、中身若干男だからちょっと優しさがあるかもしれないね。わかんないけど、やっぱね、若い女の子たちって結構ねトゲがある発言多いイメージは確かに俺にもある。やるな宗師、メンタルすごい。容赦なく無限にいつまでも。いや、何の修行しに行ってるの君は。やべえ稽古法だよな。ね、効果はありそうだけど辛いよね。泣いちゃうかも。とにかく俺らも最終公演いいものにしようと必死だから。で、手伝う気はいつでもあるから。俺は橘を手伝うことを諦めねえ。僕も手伝えることがあれば何でも言ってね。でも橘、稽古の見直しをしておくか。アドラに食らいつくシーンのダンス、少し試してほしいことが。カイさんがいれば僕ら不要かも。言うな、まだわかんねえぞ。なんか悔しがってる同期。ここまでずっと頑張ってきたかんな、この3人は。だからこそ3人でユニベール公演もね迎えたいってのがあるんだろうな。でもごめんな、俺はカイさんとイチャイチャするんだ。ユニベール公演のダンス、中作りのキルゼのフリーレッスンぞ。王国キルゼのダンスだ。この株にはアルバイン小国の国民たちが敵国クワトラの名を奪い、霊国として支配してきたことを受け入れてしまっている現状への自戒と、国と自由を奪われたクワトラ共和国の人々が郷里を思う気持ちが込められてる。アルバインの人々に密やかであっても国家に対する疑念を抱いてほしいというキルゼの面々たちの思いと一緒にね。はい、まあこれもやめます。このね舞台曲もね、欲しい人はね買おうな。6月にはもう発売されるから再販が。予約急がないとだよ。舞踏力上げれば踊りやすくなるから、ダンスに自信がねえならダンスの授業を受けとけよ。ふみさん、もう一度振りを見せてもらってもいいですか？うまくできないところがあって。分かった、行くぜ。そう、ここの振りが。ふみさん、すごく綺麗。あ、違う、振りを覚えないと。んで、こう。ふみさんが踊ると一瞬で引き込まれる。ダンスだけじゃない、歌も芝居も。ふみさんには歌劇に必要なものが全部揃ってる。そんなすごいふみさんでさえクラス優勝を取るために苦労してきたんだ。私よりもずっとすごいふみさんが。と、こんな感じかな。ん？なんだ？見とれてた？はい、ふみさんがすごくて。なんだ、冗談のつもりだったのに。じゃあもう一回踊ってやろうかね。すみません。クオーツのアルジャンヌのためなら何度でもってな。稽古も順調だし、ダンスに時間取ったって構わねえさ。じゃあ行くぞ。はい。クオーツのアルジャンヌ、稽古は順調。でもこのままで大丈夫なのかな。主人公も不安になってるんだな。なんそれ、
もしかしてなんか一悶着あるのか。ダメだぞハッピーエンドで終わってまた車にはねられたとか笑えないからね。立花二度目かお前ってすずに言われちゃうよ。すみませんふみさん、個別にダンスの稽古時間取ってもらって。あら、なんかダンスに異様になんかなんだろう、壁を感じてるのかね。冬公演と違ってダンスも多いからな、こんくらいしっかりやってた方がいいんだよ。じゃあまず、え、あ、お疲れ様です、高階先輩。それに立花も。なんで菅地先輩。おお、菅地か。お疲れさん。なんだ、ここを使うのか。はい、邪魔になりますかね。いや大丈夫。じゃあやるか。はい。はい、オッケー。こっからは繰り返し稽古して体に叩き込んでおきな。また頃合い見て稽古付き合うから。じゃあ俺は稽古場行くわ。はい、ありがとうございました。すがちもお疲れ。お疲れ様でした。今稽古つけてもらったことちゃんと確認しておこう。入りはこうで、曲が流れたら一気にこう。ここの動きやっぱり難しいな。ふみさんは軽く踊ってたんだけど。これすがち先輩アドバイスしてくれてんじゃない。あ、違う、間違えた。アドバイスしてくれるんじゃない。すごい見入ってるよね。どうやったら。こうや。優しい。ダンス、高階先輩こんな風に動いとった。あ、そうです、それです。一発で覚えた。しっかり腰入れて体を持ち上げるんや。そっから移動して。菅地先輩、ダンスもう入っているんですか。ん、ああ、高階先輩のダンス間近で見られる機会なんてそうないからな。勉強させてもらったわ。さすがダンス専門の鬼キスなだけあるな。俺は高階先輩みたいには踊れんのやけど、タイプが違うからな。俺ならこう踊る。スガチ先輩が中津国のキルセを踊り出した。品のある優雅な動き。あ、ジャンプすごい、ふわりと浮いているみたい。同じ振り付けなのにフミさんとは違う。でもフミさんみたいに一人で場を支配できる力がある。これがオニキスのアルチャンネ。まあこんな感じか。やっぱ難しいな。でも刺激になったわ。俺も稽古場戻るか。立花、今回アルジャンヌなんやろ。頑張りや。しかもねぎらってくれて。アルジャンヌ。あれ、なんか前回の美月先輩ルートみたいな感じになってない。僕じゃアルジャンヌは無理ですよみたいな感じの。立花君、ちょうどいいところに。あ、高根先生、お疲れ様です。何かご用でしょうか。コーツの生徒たちに
戻さなければいけない課題があったんです。申し訳ないのですが、お願いしてもいいでしょうか。わかりました。じゃ、課題を取りに行きましょう。ついてきてください。これまたアンバー見せつけられんじゃん。職員室ですか。ああ、いいえ、アンバーの稽古場です。もう気まずい。アンバー製の稽古を見ながら採点していたもので。じゃあ行きましょうか。あ、はい。アンバーの稽古場。さ、どうぞ。失礼します。お上の神よ、遠見昇乱したまえ。呪いたまえ、怪我したまえ、噛むながらたたりたまい、最悪与えたまえ。桃梨君に神谷君、すごい迫力。何これ、これがバレシナリの滝姫。私に父の仇を討つお力添えを。そのためなら全てを捧げましょう。この血も肉も骨までも。皮膚に刺さってくる。アンバーの稽古場が憎しみで埋め尽くされている。どうしよう、気分が悪くなってくるくらいだ。ここにいたくない。これが私の同期、アンバーのアルジャンヌ。おや、立花さん、こんにちは。なんでてめえがここにいるんだよ。また怒ってる。獣医さんが来られる前にさっさと消えろ。こらこら、私が頼んできてもらったんですよ。クォッツへの課題は奥の顧問部屋に。ちょっと待っていてくださいね。いや、気まずい。ああ、高根先生が言っちゃった。最悪。本当だよ、こっちのセリフ。あんな奴の前で稽古なんかできない。気分悪い。だったらうつり、逆に稽古してもらったらどうですか。どういうことだ。やってみてもらうんですよ、滝姫を。え、はあ、何言ってんだよ。あんな奴に滝姫をやらせたら滝姫が汚れる。でもクォーツのアルジャンヌなんですよ、立花さんは。ね。あ、うん。勉強にならないわけがないじゃないですか。それにアンバーの稽古を見たんですから、そのお代替わりですよ。いや、気まず。でもいや待てよ、プレッシャーすごすぎるでしょ。この状況で演じろって。逆に演じ切ったら主人公マジの才能だよな。なるほどな。気に食わねえけど、やってみせろよ。アンバー生たちが全員私を見てる。わかりました、できません。どっちだろうこれ。なんか下手にやって笑われたくもないしな。まだキャラにも入ってないのにいきなりやらされてもたまったもんじゃねえしな。わかんねえ、どっちなんだろう。やってみるか、主人公の才能信じてみようか。たとえここで心折れたとしてもカイさんが救ってくれるはず。わかりました。セリフをもう一度だけ教えてください。もちろん。それじゃあもう一度お伝えしますね。あ、一度で覚えてくださいね、手間なので。おい、
やらせるくせにその言い方。なんとかセリフは頭に入った。滝姫、父の仇討ちを願い牛の国参りをした滝姫の怨念がガシャドクロを招き寄せる。行きます。お神の神よ、遠見昇乱したまえ、呪いたまい、怪我したまえ、神噛むながらたたえたまい、厄災与えたまえ。何あれ、本気？私に父の仇を討つお力添えを。そのためならすべてを捧げましょう。この血も肉も骨までも。あれでガシャドクロが呼べると？もうクソ野郎どもだなこいつら。はい、ご苦労様でした。頑張っているのがとてもよく伝わってきましたよ。稽古できる時間ドブに捨てちまったじゃねえか。休憩には良かったでしょう。バカ言え、場が濁っちまったじゃねえか。なあ立花、お前それでアルジャンヌなの？それでアルジャンヌですって名乗れんの？笑えねえわ。大事に大事に水を注がれ続けて根腐れを起こした醜い花。しかもさ、ジャックエース、むつみかいだろ。クォーツ最終公演捨ててんな。ちょっとやばくない？今回のアンバーめちゃくちゃ胸クソ悪いんだけど、相当イライラするんだけど。何これ？何を？だってそうだろ、むつみかいなんて高階サラフみなしじゃ成立しないちっせえ器じゃねえか。どうして周りの人のことまでひどく言うんですか？私一人のことを言えばいいじゃないですか。ダメですよ、うつり、先輩の悪口を言っちゃ。大丈夫ですよ、立花さん。高階先輩を支えることができなかった器でも、あなたのことなら支えられるでしょう。いやマジクズ。クォーツの最終公演楽しみですね。立花さん、お待たせしてすみません。はい、これを。わかりました。じゃあ失礼します。悔しい。もう田中右先輩。あっ、中尉さん、失礼します。お疲れ様です。今日はどうされますか？なんか言って、怒ってあいつらを俺の心を支えてくれんの田中美希先輩だけだよ。もうダメだ、今回相当胸クソ悪かった。なんだあいつら。私がダメだったせいで甲斐さんまでバカにされた。その主人公と大事な人をバカにされるのも嫌だもんな。相当腹立った。いや俺があの選択肢選んだのが悪かったのかもしれないけども、ましてやな、ハンデだってあるわけだしね。散々練習やってきてるやつらと全くやったことのない役いきなりやらされてあんだけダメ出しされるって相当器小さいぞあいつら。腹立つわ、相当腹立つわ。もうあの担任の先生もちょっとムカついたわ。なんで呼ぶんだよ、んな絶対揉めるに決まってるの分かりきってんのに。なにこれ。このままじゃダメだ、なんとかしないと。解散ルートは解散が壁にぶつかるんじゃなくて主人公が壁にぶつかるんだな。あーもうすごい方なとこで終わった。あーお出かけだ。カイさんに癒してもらわないと無理だこれ。もうなんかすげえ腹立っちゃった今回。やばいイライラした。はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。まあそれだけあいつらもかけてる思いがあるんだろうけどさ、なんかなんでそんなバチバチ来るのって。
しかも負けてるしさ、やつら負けてるのになんでそんな強気で来るのかがわからん。はい、それではシアンでした。またね。